そんなヘビーな男たちの中、ヘビーメタル界最高の男が東京中野にいるという情報が入った。早速高田純次はヘビーメタル界最高の男の友人たちに案内されて、彼が住むという中野区中野五の37の5に向かった。ヘビーメタル界最高のコンチキショーが住んでるってとこはどこですか？ここ出た出た出た、コーポアスカ中野五の37の5。コーポというよりもただのアパートだね。ここにヘビーメタル界最高のコンチキショーが住んでる。じゃあ、一枚どっちですか？こっちこっち。ああ。出てきますからね。ここ、見てください。鈴木という日本が誇る代表的な名前。いやー、早速、ロックマッチャンがこの中にヘビーメタル界最高のコンチキショーが、どんなコンチキショーでしょうか？これロックするのにいいな。ヘビーメタル界最高の男、ゲイリー・ヨシキ。家賃7万2000円のアパートに住み、毎朝自らヘアスプレーで髪をセットする。現在はアマチュアバンドでドラムを叩き、メジャー進出を夢見ている。どのようなヘビーメタルの気合が入ったらビシッと木刀使って殴るとか。そんなんじゃねえ。いやたまりません。じゃもしヘビーメタルいずれやめたら何になります？家の都合で呉服屋。いや、呉服屋のとこ切り込むかい？出身地はどこですか？千葉です。いいかそしたらどこ行きたい？外国に。俺アフリカとか行ってみたいね。アフリカで、じゃあアフリカでヘビーメタルやる予定もあるんだ。動物好きだからね。見せてやりたいよ。誰に？ゾウさんとか。何を見せてやりたいですか？演奏だね。演奏のゾウに。